新性能電車の車両形式では、1959年に、昭和改正された101系、電車、151系、電車、153系、電車、155系電車など、以降の日本国有鉄道及び国鉄、分割ミニエ化により国鉄の車両を引き継いだ、JR 各社が保有する新性能電車及び貨物電車である、 m 二百五十 k の形式番号の付与法則について記述する。電車の形式称号は、九百五十九年に称号改正された百一1 k 電車百五十一 k 電車百五十三 k 電車百五十五 k 電車など、以降の新性能電車とそれ以前の 9K 電車とで、称号方式が異なる。なお、本節では全車について記載する。 後者は、国鉄休憩電車の車両形式を参照。ただし、直流電車では、休憩電車に属する吊り掛け駆動方式を採用した、車両であっても、公直両用電車及び、交流電車についてはこの称号規定により、形式が付与される。このうち、丸については、車両の車種を表す記号を表し、については用途を、A は、電気方式、B は、 車両用途構造を C については AB に付随して定義される数字を指し、X は製造番号を表す。車両の種類を表す記号は次の通りである。単独で使用する場合が多い。形式数字は桁位置により次のような分類がある。また、JR 加護に申請された JR 東日本の車両はこの数字の前に、 JR 東日本の車両を示す意がつく。JR 海港は国鉄継承者を除く。獣医の用途は次の通り。なお、JR 海港は国鉄継承者を除く。また、普通列車用については、国鉄時代は接客設備や最高速度の違いなどにより、通勤型と近郊型に明確な区分をしていたが、JR 海港は、 電車でも一般系の区分が使われるようになった。なお、営業用車両から事業用車や試験車などに改造された場合は、元の車両の形式数字を踏襲するケースが多い。このうち、丸は車両の車種を表す記号、A は電気方式、NN は最高速度、X は製造番号を表す。JR 四国が所有している車両のうち、 JR 加護に申請された車両には、形式と車両番号が一体となった4桁の数字のみの車両形式が用いられており、電車には線位が5から8の形式番号が使用されている。国鉄から継承した車両と JR 他社から購入した車両及びそれらの改造車は、ほとんどが国鉄時代の形式の付け方のままであるが、 2016年に1 2 1系の機器、台車を更新した車両は、分割未明化後に、JR 四国が導入した7 0 0 0系との連結を考慮したが、ため7 2 0 0系という4桁数字の形式が与えられている。ありがとうございます。